さあ、まずはオペレーターバン。ガッツギーミングは防衛スタートですので、攻撃のオペレーターをバンします。さあ、蹴るオペレーターまずはどうなるかですね。よく見られるのは火花ですけれども、ね、ここで蹴ったのサッチャー。サッチャーバンは本当に多くなりましたね。カフェが最初にサッチャーバンが起きて以来、どのマップでも結構バンされるようになりましたね。そうですね。まあ、ここでサッチャー蹴られると、おっと、テルミットバン。なるほど、これカイドウをバンするか、まあ、もしくは両チームと思うマーベリックを、そうですね、マイラウンド必須のような形でピックするか注目ですけれども、カイドウは防衛側としては持っておきたいところですよね。ガッツゲーミング側としては最初、はい、エコーなの で、 そうですね、まあ、最初にラウンドを稼ぎたいのであればミラもしくは、マエストロだったりとかカイド以外がいいのではないかなっていう気はしますけど。蹴ったのがミラ。さあ、これでカイド残りましたね。テルミットサッチャー、そしてエコーミラ、まあ、防衛はよくあるオペレーターですけど、攻撃がちょっと特殊になりましたね。そうですね。個人的には前シーズンの、まあ、前シーズンまでという表現が正しいんですかね、ガッツゲーミングの戦い方を見ていると、あまりこうサッチャーバンは自分たち仕掛けなさそうなイメージ持ってたんですけど、堅実にやっていきたいので、はい、自分たち、あとはまあロックとかを結構多用して相手のまあ戻りとかを倒していくような形だったので、少し時間がなくなるようなイメージだったので、はい、まあ、本当終わるところとかには時間は使いたくないイメージだったんですけど、はい、自分たちからサッチャーバンしてきましたね。そしてスタッフルーム空き部屋、これは仕掛けましたね。まあ、スタッフ空き部屋なんですけれども、カイドウは持ってきていないと。まあ、やはりマーベリックがバンされあのピックされてくるだろうという見立てなんですかね。さあ、まずはずらしてきましたね。ガッツ防衛拠点は最も銀行では守りづらいと言われている空き部屋スタッフルームからスタートです。そうですね。まあ、ただ空き部屋スタッフ CAG も結構得意な防衛拠点にはなっているので、はい、まあ、防衛が得意ということは攻撃のやり方も分かっているだろうと思いますから、どのように対応してくるかです。かなり2階を守りそうな形ですかね。証券は入らないようにシグナルディスラプター2つで、用務に関しても ADS を置いていたので、まあ、かなり守りそうな感じですね。そうですね、用務のハッチはあらかじめ開けていましたが、用務前の証券間のハッチは閉めてましたね。平面でも広く広がるような守り方になりそうですが、今のところ、まあ、2階にかなりリソースを割いているイメージありますね。平面にそこまでは広がっているプレイヤーは今見当たりません。あと昨日の CAG 戦を見る限りだと、少し怖いのは、ファーストブラッドが結構多かった、もらうことが多かったっていうのがあったので、CAG としては最初の立ち上がり重要視したいのと、ガッツゲーミングとしては取れるなら取っておきたい。はい。さあ、ブラックレイヤーここは前詰めてってますね。証券クレイジーパピオンかなり強気に置いてます。そしてブラックレイに対してハードビークがここでブラックレイをカットです。さあ、クレイジーパピオン人数有利をもぎ取ることには成功、そしてそのまま逃げ帰ります。これは大きなファーストブラッドになりましたね。フラグ持ちもいなく、まだいますけど、1人はいなくなりましたね。はい、ラトラダのトッケビが、まあ、おそらくフラグのトッケビじゃないかなというところですね。もうすでに1個使っています。はい、でプラスで、まあ、クレジパピオンもやられることなく下がれたっていうのがでかいですよね。でこの証券に対してドローン入れられないので、まだいるかもしれないっていうことがあるので、さらに多分ガジェットをスタン使うんじゃないですかね。さあ、まずはファーストブラッドを取ったガッツゲーミング、一気に引いていきました。ちょっとこれは、CAG としても動きが終えていないようです。アニツンがメインカーに対してドローンを流し始めましたが、これを後続プッシュでケアできるプレイヤーはまだ CAG 誰も追いついていませんので、ちょっとアニツンの単独の動きは止められてしまうと一気に絶対があります。そして JJ が涼しいカットです。これヨウムのハイドですね。気づけなかったようです。たまらずロジックボムを使ってディフューザー回収に上がりましたガトラダ。そしてアヤゲーターは電子機器室から資料室のピークを待っていますが、これサーバー回
下月がガトラタをカット。さあアニツン、下月に対してはカットすることに成功しました。そしてサーバー界上がってきているんですが、ライトが資料室から射線を仕事しています。アニツン、おそらくライトの位置はおおよそ終えていますが特定はできていない。しかしここで前に詰めました。さあ JJ がアヤゲートをカットしたんですが、アニツン後続で JJ をカットしたものの、ラストはリリーとクレイジーパピオンがスタッフルームの入り口しっかり押さえていました。まあ、ちょっとドローンが回せないということに対してのガッツゲーミングが思ったより前にいたっていうのが、ちょっと CAG としては予想外だったかなというような感じのラウンドでしたね。ちょっとでも本当にオペレーター版もそうでしたけど、ガッツが今までのチームのトレンドカラーっていうのをちょっと意図的に剥がしてるというか。そうですね、今まで結構受け身のような形の攻めも守りもあったんですけど、はい、前で詰めるような形を取っていたので、まあ、CAG からするとファーストラウンド予想外だったんですけど、まあ、CAG の持ち味って、まあ、打ち合い、個々の打ち合いの強さもそうなんですけど、まあ、コミュニケーション能力がとても高いので、はい、ラウンドラウンドでどんどん多分修正していくと思うので、ガッツゲーミングとしては最初の3ラウンドできるだけ取っておきたいかなというのはあると思います。まずは幸先のいいスタートを切ったのがガッツゲーミングですね。スタッフルームを守ることに成功しましたので、まあ、ここからは地下2階そして資料窓口と選択肢を3つ取ることができるんですが、取ってきたのは地下でしたね。オペレーター編成としてはリリーが、ビジル、そしてライトが文字ですね。まあ、サッチャー版の環境下でかつ銀行という広いマップ、そしてドローンメタを敷いてきてますので、まあ、先ほどのやはり守り方ちょっとガッツとしても手応えあったかもしれませんね。そうですね、今回も結構広めに出てきそうですね。2階にも入っていましたし、カメラに関しても現地というよりは、まあ、それに対する遊撃出る要因に対してのカメラも1つ2つと言ってましたから、2階までは守らないですけども、1階まではおそらく時間を稼ぐような形で守りそうですね。下月が資料、あとはリリーも外に出てもおかしくないですからね、オペレーター的には。アニツンがガレージの中に対してドローンを差し込みます。そしてブラックレイ、洞窟からエントリー成功。そして CAG もガレージに対して3人がかりで詰めてきています。さあこれはおそらく情報キャッチできているでしょう。おっとこれは、ああ大丈夫ですね、これはそうですね、ちょっとゲーム内の状況が一旦止まりましたが、プレイヤーの視点は問題なく動いていたようです。さあここでガレージを割りにかかりました。さあアニツンがメイン階の状況を確認、そして涼しいブリーチングペレットを起爆してロッカーまでの射線を通しました。赤廊下までもロングで射線を通っています。しかしガッツゲーミングうまく身を隠してガレージからの射線を切りました。こっから下がることを CAG は予想して2回1回取りに行くかなって思ったんですけど、ガッツゲーミングもそれ分かってまだ1回3人滞留してますね。残り時間が1分半、サイクロプスアスリートゲーミングはブリーチングペレットを2発使ってしまいましたので、残った1発のブリーチングペレットをローンオフィスに対して使いました。これでメイン階の階段を降りていくということはちょっと難しくなりましたね。そしてブラックレイが地下サーバーガレージから赤通路は押さえているので、サーバーまでは入れると思うんですけど、上からの車線がありますから、そこは気をつけなければいけません。さあちょっと変則的な攻撃を仕掛けている CAG ですが、全く動じていないガツ、おそらくきっかけはこれガトラダの発注になりそうですね。まあ、もしくは赤通路も押さえているので上から見られないのであれば、そのままブラックレイも入ってしまって赤通路を一気に押さえに行くような形もできると思います。これやはりそうですね、ブラックレイもう上抑えられてるのでそのまま詰められるだろうの判断で言ってますね。さあまずアヤゲーターがクレイジーパピオンカット、しかしブラックレイが JJ カットしたんですが、リリーがやはり鉢植えからブラックレイを止めます。さあしかし涼しいポイントレイに入り込むことで成功。さあガトラダに対してはリリーがカットされたものの、下月、資料室からカバー成功です。ここでライト鉢植えから射線を取りました。ディフューザー設置は廊下のロッカーのみです。ロッカーのみ許されます。さあお互いが双方の位置取りが全くわからないという状況続いているようなんですけれども、ピンが立ちました。ここでスーシーのプラント位置が分かりました。さあ下月エレベーターハッチから降りるという判断、そしてメイン階前からガレージに引いていったプレイヤー存在分かったようなんですが、おそらく現地を潰しにかかるという判断。さあここでロッカーの中にいたスーシーをカット、潰す、ガレージの射線を気づけない。
アヤゲーターがライトをカットですが、ディフューザーの近くに寄っていきます。さあアヤゲーター、ディフューザー解除が下月入るところを前に詰めてきていますが、解除モーションを誘ってアヤゲーター前に詰めたところ、アニツンがカバー間に合いました。エレベーター前に対して走り込んだアニツン、見事クロスをして殲滅となりましたね。これは CAG がうまかったですね。まあ、上を守っているのであればブラックレイがサーバー取れているので、まあ、上からの車線がない限り、あとは赤通路の車線が通る限りは、まあ、ブラックレイも奥まで侵入できるだろうという判断で、そこもしっかりと入れて、まあ、現地が落とされたタイミングでプラントができる涼しいがそのまま現地に入って、とあとはもうドローン戻る位置に置けていれば、CAG の方が情報量の方でも上ですから、そのまま対応できたというような形ですけど、最初の攻めであれができるのはちょっとすごいです ですね。ガッツ側はそこまで、ユニークな守り方というよりは、まあ、よくある1階の管理ジムと空き部屋を守るパターンだったと思うんですけれども、まあ、そこに対して CAG は真っ向から勝負するのではなく、まあ、相手を動かすような形で自分たちの使える範囲を最大限使ってきましたね。さあこれで、ラウンド3を迎えてスコア1対1で、で地下をもう一度守るのではなく窓口資料に移りましたね。まあ、とりあえず、いろんなとこやってみての1周目っていう感じなんですかね。ただ2階はちょっとやめるんですかね。地下選ばず今次の2周目の時に2階守る気もしますけど、まあ、あとはあ、ただ今回ミュート入れてないんですね。ミュートを証券とかに置いて守るの結構刺さっていたので、もう1回やるかなって思ったんですけど、まあ、通ったとしてももう一度同じことはやらないというスタンスっぽいですね。さあリリーはロビーの中に機材を設置、そしてこれはアニツン ATM からすでにロビーの、EV ライを破壊することに成功しました。そしてブラックレイが N ラペ、細道からドローンが上がっていきましたので、ビップと会議の状況がおそらく分かりつつあります。クレジーパピオンが受付の中で粘ってはいます。会議からもライトのカバーラインが入りましたね。そして4の中にもプレイヤーが入ってるんですが、ブラックレイ車線が通っていないのをいいことにズーズーしくラペリングからエントリーです。そしてロジックボムとともにブラックレイ単独で潜入しています。このスニークインが刺さるかどうか、クレイジーパピオンが終えてないとピークしてきたタイミングでやられてしまいますね。さあクレイジーパピオン包囲網が敷かれてるんですが、ただ会議からもカバーラインは存在しているので、ブラックレイはこれ以上は動けないですね。そうですね、ここから上がってしまうとまずいんですけども、おっとブラックレイなんとクレイジーパピオンに対してビップラウンジ N 側から体を露出することなくファーストブラッドを取ることに成功。まあ、ライトは下がらずないですね。この後はどう、まあ、下月が平面広く広がっているので、ライト JJ リリーが現地耐えられるかですけど、ここからは、突き下げが入りますね。ブラックレイがメイン階上がりを抑えています。そしてハニツンがもう窓口前からスニークインしようとしてますね。してますね。ドローンが流れました。さあここからどうなるかですけど、結構奥まで、ガッツゲーミング下がってしまっているので、アニツンのこのスニークイン気づいてないかもしれないです。これは刺さってますね。窓口オフィス入っています。そしてライブドローンで前に詰めていく。しかしライトがガトラタに対してキルを成功。そして JJ が上から来ましたか。リテイク入っています。しかし資料の戻りに対しては車線を敷いてきているのは CAG でしたが、下月貫く涼しいをカット。逆にアニツンが挟まれるような形になりましたね今。両者とも、上下でクロスを敷いているので平面に抑え込みにかかっているガッツ、かなり車線的には有利なんですが、ブラックレイ素晴らしいカバー、上からのカバーで下月をカット。そしてディフューザー、回収成功です。ブラックレイがカバーラインを敷いている間にアニツンがプラントに入ろうという動き、しかし吹き抜けからのプッシュがわからない。さあプラント1は資料中、しかし吹き抜けのダイバーは分かっていた。資料ライトはしっかり抑えました。そしてアニツン単独で粘っていたんですけども、ライト、そしてリリーがアニツンに対して的確なプッシュ、ディフューザー解除当然成功します。
ガッツゲーミング2ラウンド目の防衛成功。 CAC もかなりうまく2回取って、さらにワニツンのスニークインもあったんですけれども、吹き抜けからの上がりを抑えられてなかったので、それで一気に抜かれましたね。これでラウンド4ですね。スコアが1対2と、はい。そして、スタッフルーム空き部屋にまた戻りましたね。戻りましたね。そして、CAG は割り色2枚構成になりましたね。火花マーベリックで、バックトッケビツオフィアと。まあ、2回に関しては落とし度はそこまで、ガッツゲーミング側が開けてくれていたので使わないと思うんですけど、その割り色をどこに使うかですね。まあ、この吹き抜け4枚に使ってもいいですし、多分ロングオフィスの射線を、まあ、多分そこは開けるとは思いますね。ただガッツゲーミングも上守る用で補強壁使ってるので使わないですかね、ローンオフィスからは。ローンオフィス側まで展開するつもりはあまりないんですかね。もしかしたら、まあ、窓口と管理事務の間が空いてればあまりそこのロングは走らなくてもどうにかなるので。さあ今回もやはり広く守っていますガッツ。先ほどきっかけを作ったのは、まあ、証券の 1v1 ですよね。そうですね。あれによって、まあ、2回を抑えるためのパワーが少なくなってしまったので JJ の入り位置も分からず、そのままもう1人やられてしまって5対3のままっていうのがありましたね。さあブラックレイは早い段階で裏路地から空き部屋に対しての射線を作りましたね。はい。そしてアニツンはやはりロビー側、ローンオフィス側に入っていきましたね。そして涼しいアヤゲーター、これは、かなり証券の中に対してガジェットを使ってクレイジーパピオンにプレッシャーかけてますね。そして戻りをロックしていたブラックレイだったんですけれども、クレイジーパピオン見事な回避。これ入ったタイミングで突き上げの C4 入ってきますね、証券は。さあスルシーは吹き抜け側に対してのエントリーを試みようとしています。そしてブラックレイは証券の中から会議室に対しての車線を作ります。ガトラダは証券からすでにエントリーしていますが、前に詰めていっているブラックレイ、そしてガトラダ、アニツンがロビー側からも押していますので、ガッツ2回は明け渡しました。下月がサーバーなので、まあ、最終的にはサーバー階段いるとは思うんですけど。さあここでフラグを使ってイービルアイの破壊を成功させました CAG。 現時点で 5v5 とお互いがキルは取れないという状況になっています。しかしマップの制圧状況としては2回抑えた CAG、 時間は少しなくなりつつありますが、このスタッフルームに対しては大幅に車線を通せるハッチを取れました。残り時間45秒。ちょっと CAG 先ほどまでのラウンドよりもタイトな時間管理を求められています。ハッチを開けられたものの、自分の打った自分たちの動ける範囲がまだ確実には分かっていません。おそらくは割り切ってどこかで前に詰めなければいけない。ガッツはそれ分かって落としのハッチ折りしかないだろうという判断で引いてますね。さあここで唇を切ったのがガトラだ。地下にいた JJ をカット。しかしリリーが残していた証券のニトロでブラックレイを突き上げ、さあそのまま下月がガトラダをカットです。地下が潰れました。さあ資料まで一気に撫で込んできた CAG、 アヤゲーターアニツの2人で資料まで詰めてきましたが、吹き抜け側から下月が車線を通してきました。さあ中に入り込んだアヤゲーターでしたが、リリーがアヤゲーターをカット。ラストは涼しい。スタッフルームまでたどり着いたんですけれども、スタッフルームの中ではリリーが待ち構えています。やはり時間が足りなかった。
ラウンド4では3対1、ガッツゲーミングが大幅に防衛を成功させてスコア差を引き離しました。そうですね、まあ、取れているのは地下6階監視室のみというような形です。 CAG ここでちょっとコンセプト変えてきますかね。ウォーデン入りましたね。シックスピークで返そうではありますが、おっとこれは変えない。クレジーパピオンウォーデン、そうですね、リリーをミュートにしてちょっと現地ごもり側に変えようっていう判断じゃないですかね。まあ、さっきが1回遊撃が多めに配置していたので、今回はまあ現地固くするような形で守って CAG 揺さぶろうというような形だと思います。まあ3ラウンド取れてるんでイーブン以上は持ち越しているので、こういう風に挑戦するのはいい判断だと思いますね。あ、ただ締めてはいますね。1回まで広く守るっていうスタンスは変わらないですね。そうなるとクレイジーパピオンのウォーデンがどこ入るかですね。縦持ってきてるわけじゃないので、これはサーバー回ってことはなさそうですね。はい、現地バルキリーなどが入るような位置に入るんですかね、赤通路。さあラウンド5、 CAG ビッグの銀行の試合ですが、現時点でポイントリードを取っているのはガッツゲーミング。残り2つの防衛ラウンド残していますが、このままサイクロプスアスリートゲーミングに対してリードを取って折り返しを成功させることができるかどうか注目のラウンドになっています。これリリーの位置気づけてないですかね。ヨームにハイドしてますね。はい、これは気づけてないでしょう。ガトラダに対して回っているドローンはありません。1回は気づきましたね。さあここでスズシーがうまくドームの中にいたリリーをカット、そして見つけました。そしてガトラダがうまくリリーに対してはカット成功です。そしてスズシーが2回 CEO に対してのエントリーです。このタイミングで CAG はおそらく2回は制圧できたという判断です。はい、で1回もガッツはいなくなりましたね。2回遊撃がいなくなったので、いたとしてもサーバー界、あ、サーバー界は入ってますか。サーバー界の中にはクレイジーパピオン縦を置いていませんが待ち構えていますね。さあここでサーバー8に対してブリーチングペレットを設置。アヤゲーターがブリーチングペレットを起爆しました。そしておそらくスズシーのマーベリックがハッチに対してのアプローチ。さあクレイジーパピオンは逃走経路がなくなってしまいますので早めの引きですね。残り時間1分15秒。ADS をかなり3つ全部使っているの で、 そうです、ね、投げ物は全て通るような形になりますね。ガッツゲーミングは C4 とイービルアイでどれだけ時間稼げるかですけど、さあアニツンがハッチ上からイービルアイ現地のおそらく壊しました。さあこうなってくると、防衛側としてはガジェットでプラントを止められるかどうかなんですけれども、プラントというよりはもう殲滅目指してもいいですね、はい、CAG としては。残り時間38秒。ガレージも取れていませんから。ガトラダがフラグで下突きをカット。そしてブラックレイが引き続きアクロガに対してフラグを投げ込もうとしています。ガトラダはこのタイミングでガレージ上がりました。いやー、ここガレージ外したのはでかいですね。ブラックレイ自分自身でカット、 JJ カットです。これで残ったのはガッツ2人。これはもう設置も殲滅どっちもいきますね。さあハッチ降りました。スズシーここでプラントにアプローチ。柱裏でのプラントです。さあガレージ詰めてきているところ、補足はしたんですけれども、すでに取り残されてしまっていたライト、アニツンがメイン階側から車線を敷いてきていました。これで CAG 攻撃成功、ラウンド6です。まあ、地下はどちらも CAG は取れたということで、あ、2階に変えますか。初めてですよね、2階守り。まあ、1階は結構自分たちが情報量を取れないまま CAG に1人2人とやられてしまっていたので、2階をまあ固く守りつつ遊撃
リリーもしくは下月が入るかなというような感じですかね。まあ、CAG 側からしたら1回だろうという判断はしていると思うので、それに対してのまあ2回ということで、オペレーター構成というか作戦をずっと持っていたものを変えさせなきゃいけないということはできますから、今までかなり一貫してあのドローンメタを敷いてきていたガッツが、まあ、今回は全く、文字だったりミュートだったりとかっていうオペレーターのピックはないので、まあ、これ特にそんなに、サッチャーバーを考慮してではないと思いますね。その、はい、組んでる作戦というよりはもう普通の2回守りになりそうですね。オペレーター的にも、はい、5 seconds remaining。まあ、結構遊撃よりもガチガチにポイントで固く守りそうな感じはしますけどね。もう吹き抜けと、用務証券あたりで突き上げを狙うような動きを下月が一人でして、まあ、あとは現地でもいかに耐えるかみたいな。そうですね、はい、まあ、あとはリリーが下月カバーに入るか入らないかぐらいですかね。変更はおっと、 N 側からまさかの車線を敷いてきたブラックレーン、下月をカットです。これはちょっともう突き上げはできなくなりましたね。こうなるとニトロセルを持っていたバルキリーが倒れてしまいました。一番やられたくないオペレーターが倒れましたね。おそらくカメラは置けたと思うんですけれども、ちょっとニトロがないので平面で耐えざるを得なくなったのがガッツ。さあ残り時間2分です。ブラックレイがフラグでイービルアイをまず1つ目壊しました。そしておそらく CO の N 側にあったブラック、イービルアイに関してもおそらくはアニツンのブリーチング弾やガトラドのフラグを使って破壊を試みるでしょう。そうですね、あ、もう壊れてますね。さあ残り時間が1分35秒。しかしここで1階から地下に展開しているリリー、サーバー階を上がろうとしています。これおそらく気合での上がりです。あー、見つけましたね。ガトラダがうまくドローンで発見。リリーバレましたのでメイン階を上がっていきます。まあ、ガトラダが1人で抑えることができていれば、あとはここに対してはもう、4対3のような戦いになりますから、さらにロビーも上がってますね。さあアニツン一気に上がってきました。会議室に対して詰めてきましたがうまく伏せて対応。カバーラインを敷いたクレイジーパピオンがインジャーのアニツのカットです。しかしスーシーの存在は置いていなさそうですね。そのまま2階ロビー進行していきます。会議室まで車線を通しましたスーシー。残り時間50秒。そしてここでやはり決めてきました。ライトが伏せていたところ、スーシーがしっかり抑えます。さあロビー攻めに一気に展開した CAG、 アヤゲーターの IQ もこう、合流しました。業務室まで車線を敷いている。さあここでガトラダがロジックボムを使います。エレベーター前から車線を敷いたライトなんとか現地に帰ることに成功しましたが、ガトラダの車線がやはり気づけない。 JJ がガトラダをカットされてしまいましたが、クレイジーポピオン吹き抜け入ってきたところガトラダをカットすることに成功。残り時間15秒でしたが涼しい踏み込んできます。リリーを倒して残されたのはクレイジーポピオンのみ。さあうまくエアゲートはカットしました。ただディフューザー設置は入ってしまいますね。設置が成立。ブラックレイの車線がありますので、そのまま会議室上がっていくことは厳しいという判断をしました。で涼しいもラペリング入ったので2人ラペリングになりましたね。これでこのラペリング状況は分かっていても止められません。やるなら吹き抜け飛び出しですけど、マエストロの足の速さでは飛び出してはもうダメですね。解除は時間が間に合わないですね。さあディフューザーの位置は分かりました。しかしディフューザーに対して涼しい見ています。さあここで構わず解除に入っているクレイジーポピオン。お、これ解除入っちゃいますよ。これはおっと CAG まさかの解除を許した。ちょっとこれは、まあ、プラント位置ここしかなかったっていうのもあるんですけど、普段ないプラント位置だったんでね、車線通んないとは思わなかったんですかね。2人ともかなりでもあれですね、ディフューザーの解除カウントをしてたっぽいんですけど、どっちも命大事にしちゃいましたね。そうですね、はい、これはガッツ厳しいと思われたラウンドでしたけども、今のは取らなきゃいけないラウンドでしたね。
これでラウンド7、2対4のスコアでアドバンテージを取ったのがガッツ。さあこれでガッツがリードを取ってラウンド7を迎えます。あ、ただ、まあ、野良連合と同じくガッツも結構攻撃が課題と言ってもおかしくないようなチーム、はい、特にまあ時間の面ですよね、はい、慎重になりすぎて時間が足りなくなることが多くなっていたのでガッツゲーミング、そこに対して、どのように改善してきたのか、このラウンドから見ていきたいところですね。特に CAG こういう風に遊撃を今回も出してきているので、はい、ドローンを慎重に回してしまってという形となるとまた時間がなくなって、あとはガジェットでプラントは耐え切るということが CAG できてしまいますから。さあラウンド7スコア2対4で迎えております。 CAG は今回地下防衛ですが1回までの防衛遊撃が出てかなり広く縦に守っています。4人遊撃出てますか。でしっかりとドローンを壊して下がっていくのは、まあ、これはいい判断ですね。ガッツはこの遊撃を潰しにかかるプレイヤー、あ、やはり正面からかかりに行ってますね。 JJ が ATM からドローンを流しますが、この間にライトが N ラペでプレッシャー、下月も用務の中に敵がいないことを確認しました。まあ、ただアイアゲーターにドローン壊されたのでちょっと慎重になってますね。さあここでアイアゲーター JJ をカットです。 ATM 前でしょう。さらにディフューザーもちゃんとバレましたね。遊撃を差し込みました。さあクレイジーパピオンはハッチに対して迷わずランチャーを使ったんですけれども、このメイン回はちょっと降りるのは厳しいですね。アクティベーション一度ドローン回します。しかしドローンに対して速攻射線が敷かれました。これは味方の到着を待たざるを得ません。そして CAG としてはおそらくこれハッチ降りて最終的には逃げ帰るというプランですけれども、なるべくこのディフィザニアで時間稼ごうと。さあリリーが ATM 側からエントリーです。しかしこのエントリー先に対しては射線が敷かれていました。残り時間1分10秒。アヤゲーターは下がりましたね。そこでブラックレイがライトをカット。そしてエレベーターハッチまではたどり着きましたが、ブラックレイが忍び寄る。さあエレベーターハッチの中に入ったことは分かっていました。ブラックレイリリーをカット。残り時間が45秒。ちょっとガッツ厳しいですね。しかもディフューザー取ったのがエレベーター行ったのは分かっているので、エレベーターにあることは多分分かっているでしょう、ディフューザーも。残り時間30秒。さあロビー階段の手すりを頼りにブラックレイを撃破することには成功しましたが、時間がありません。もうガトラダも下がりましたね。引きましたね。エレベーターにあるディフューザーを回収してブリーチングペレットを打ち込んだんですけれども、まあ、メインから降りていく下月。しかし空いてる位置がわからない。さあロッカーの中に入ることは成功しましたが、ボム裏これは止められません。涼しいがラストはクレイジーパピオンをカット。これでまずは地下防衛成功させたのがサイクロプスアスリートゲーミング。スコアが3対4です。そして1回スタッフルーム空き部屋を守りますシエジー。まあ、ガッツもそうでしたけど CAG もこのスタッフルーム空き部屋は得意としている守り場所になりますからね。今回カイド入れましたね。やはりカイド入りましたね。ガッツゲーミングとは違って、まあ、2回守るというよりは1回広く守るような形なんですかね。こうなるとで
で、まあ、取れるのであれば、ロビーもしくは吹き抜けからリテイク2回に行くような形を取りそうな、取れるような構成にはなってますね。おそらくハッチは閉めると思います。ブラックレイが2階まで駆け上がってきましたね。やはり、廊下のハッチは閉めてますね。で、証券ハッチは閉めない、業務のハッチまでですね。さあ、アクションフェーズ開始。ライトが N 側から詰めていきます。そして下月も駐車場側から前に詰めていきます。JJ、リリー、そしてクレイジーパピオンの3人がこの裏路地側から詰めていっていますね。やはりまあ2階から取っていくような形にはなりそうですね。で、今吹き抜けからのリテイクに関してはトラックスティンガーで、来させないような形にはしてます。結構慎重ですね、ガッツゲーミング。そうですね、ちょっと突き上げ警戒してる感じの動きになってますね。エントリータイミングがちょっと怖いというところだと思いますが。そして今回マーベリックいないんで落とし度、まあ、割れないですね。割れなくなりましたね。さあ、ガトラダはメイン階で 0.5 の位置からこのロックの存在をおそらく確認してますかね。下月は下水道から洞窟を通じて詰めていくという方なんですが、ここはガッツも唯一開けられるこのハッチから行きました。さあ、3人がかりで詰める。しかしポイント内の状況はあまり分かっていないようです。さあ、スタッフルームの中に隠れていますが、アニツン迎撃できるか。スズシーがまずはクレイジーパピオンカット。そしてスズシーコンカッションが入っていますが、相手の進行位置はおおよそ終えていた。アニツンがカバーを敷きます。そしてスズシー逆に上がってきた。裏路地窓外からリリーが車線を敷いたんですけれども、 CAG はポイント内で耐えましたね。もう場所は分かってますね。スタッフ側から車線が敷かれるタイミング次第ではリリークロスが敷かれてしまいますが、アニツのクイックピックが刺さる。ここでリリーの位置取りをコントロールしました。サイクロプサスイートゲーミング、ラストはアヤゲーター、ロングの距離で見ていましたのでリリーをカット。これでラウンド9です。ちょっとガッツゲーミング CAG の防衛コンセプトを崩せてないラウンドが2ラウンド続きましたね。そうですね、ちょっと遊撃主体に対して、全く打開策は出せてないという状態ですね。そうですね、でそれに対してちょっとまあできてないので2周目もう1回空き部屋プラス地下になった際に、まあ、不安は残りますよね、ガッツゲーミング側からすると。で、CAG としてはここの、3拠点目2階を取れれば、まあ、防衛そのままストレートで取れてもおかしくないような試合展開にはなりますから、なんとしてもこのポイントは取っておきたいでしょう。さあ、これでラウンド94対4のスコアで迎えています。スズシーが御用ピックですね。来ましたね。ただ結構車線多いで、どういう風に置くかですよね、ボルカンシールド。窓からの車線もありますからね、はい、まず1個置いていそうなのがこの、会議室受付のあたりですかね。まあ、読む前には確かに置けますね。車線がそこまでピークしないと厳しくはなりますから。そしてこれはおそらくプラント位置をある程度時間を稼げる縦の位置取りですかね。
そしてまあ他のマップでも同じくガトラダは自由に、フリーローミングと。ガトラダは1階のオフィス側に1つカメラを設置しています。オペレーター構成とか、まあ、オペレーターの人配置的に吹き抜け側からのプッシュを警戒しているので、まあ、カメラは逆にロビー側に2つと。静かな立ち上がりですね、ガッツゲーミング。後ろ敵はロビーに置きドローンです。そしてライトがルーフから吹き抜けの入り口をバリケード破壊しました。用務室前からピークしてきたアヤゲーターに対してはうまく、プレッシャーをかけて引かせることに成功しましたね。そして、ボルケンシールドの破壊も成功しています。まあ、今回フラグ持ちもいますし、アッシュさらにはゾフィアもいますから、ユースティス戦とかがそこまでなくてそこに使わないのであれば、ボルカンシールドは全部早めの段階で壊すことはできそうですね。さあブラックレイは2回受付の中で粘っています。そしてヌフタペからのドローンの入りを警戒してますね。そこでライトが現地の中にドローンを入れます。ブラックレイは2回受付で粘っていますが、下月がロビー階段を上がろうというようなドローニングです。さあここでライトがボルケンシールド破壊、2個目です。そうですね、プラスでイービルアイも壊したので、 CO の方にブラックアイがなければちょっと自力で見るしかなくなりそうですね。これはもうエヌラペ主体の攻めになりそうですね。車線通すだけ通して、あとはもうプラントしようと。さあ残り時間35秒、そして ATM の入りも分かっているようです。いやー、ただこれ下からライトをカット、そして涼しいは管理事務側まで広がっています。そしてブラックレイがこのロビー側から車線を敷いてきているので、ちょっとこれエヌラペ組もエントリーは不可能と言ってよいです。あと完全に ATM の位置は追われています。さあリリーがアヤゲーターをカット、そしてガトラダが ATM 側からのエントリー。ここはインジャーです。下月倒れました。しかし JJ 無理やり入ってます。さあブラックレイをカット、そしてクレイジーパピオンが細道カバー入れたんですけれども、ガトラダクレイジーパピオンカット、そしてボルケンシールドを破壊してブラント位置に対して寄ってきています。2オン2の状況ですね。下月涼しいはインジャーしてます。ワンインジャーです。さあエレベーター前との試合でしたが、ここはアリツンカバー、そして用務室中に対して勝負仕掛けますが、リリー応戦成功。ラストはガトラダとリリーの 1v1 ですが、ここでリバイブという判断。さあしかしリバイブは見つけました。さあ足元打ち込んできます。 2v1 になりましたが、リリーうまくブラックアイを破壊、そしてガトラダ迷わず解除に入っています。さあこの解除の状況抑えられていない。さあグローブサスピードゲーミング、ディフューザー停止成功で、ここで防衛取得です。3ラウンド連続での防衛取得。いやー、あそこでのリバイブは CGIQ 高いですね。ギリギリ間に合いましたね。一人、まあ、体力少なくてもカバーが入る入らないは圧倒的に違いますからね。はい、これでスコア5対4、 CG 逆転成功です。 JJ はモンターニュですか。ガッツモンターニュ持ってますか。変えそうな雰囲気はありますけどね。はい、変えずに行きますか。そして地下ロッカー、地下監視室を守ります。まあ、確かに今のところやはり時間面でガッツゲーミングが押されている部分はあるので、進行に対して早めにまあ、巻くことができるのはモンターニュはいい選択だと思いますけど、その分突破力はなくなるのでね。特に昨日今日とスコアで見る限りだと JJ の打ち合いはチームにとってかなり助かっていると思いますから。まあでもプラントによった作戦になりそうですよね。そうですね、まあ、ハッチ開けプラス、まあ、リリーが車線だけ確保して C4 などは撃ち落とすような形で取って、でプラスで予備策として JJ のモンターニュとかでサーバー設置、目指すのは全然できそうですからね。
bomb located by attackers. モンタージュがいれば上を抑えられてても設置は可能ですからね。そうですね。サーバーのイースト側ですかね。サーバーのモノリスラ側、はい、あ、これやはり直で行きましたね。ちょっと体力被弾してはいますが、もうクレイジーパピオンがサーバー取ってるので、まあ、遊撃に付き合わないっていうスタイル、かつ、まあ、ハッチを抑えなくても良いモンターニュになったようですね。さあ、資料にいるのは見つけましたね。さあ、ここでリリーがアニツの加藤。あ、なるほど。これはモンターニュ側からの報告を受けて、裏路地側からエントリーしたリリーがフリーキルをゲットしてますか。しかしサーバーの状況は丸分かり。さあ、ここでブラックレイ、なんと2トロセル。いやー、素晴らしい判断。これは素晴らしい。さあ、これで1枚返して 4v4 トレードとなりました。さあ、シモツキは電子機器室の中にエントリーしていますが、ここでガトラナ、まさかのハイドです。ディスラプターが壊れていないようなので、ここで下月おそらく漏らしました。ガトラダ位置がバレていない。そしてアヤゲーターのビジルがうまく陽動しています。さあ、グーマインを踏んだ下月ですが、サーバー界降りていきます。ガトラダまだ耐える、まだ耐える。音立てないようにしてるんですかね。一切動かないですね。残り時間1分5秒です。これおそらくハッチ上に対してリテイクかけるんですね。ガトラダはアヤゲーターもまだ上いるので、ガトラダと一緒のタイミングで降りたいですけど、ここでガトラダが上からやってきた。さあ、下月が得られる。そして JG に対して上から射線を敷こうとしているガトラダではありますが、アヤゲーターもそこにカバーラインが入ってくる。残り時間40秒。ただ空き部屋あたりに1人いますか、攻撃側も。あ、入ってますね、ライトが。さあ、ここライトがガトラダを捉えることができるか。プラント入ったんですが、ここはライトニアに詰めてきてる。アヤゲーターの位置が分からない、そしてディフューザーを持っていた JJ 倒れる。さあ、ライトはここはまさかのサーバー界ふもと、ブラックレインも隠れていました。CAG これでマッチポイントに手をかける。戻りのタイミングが完璧でしたね。ガトラダは耐えましたね。耐えましたね。もうマウスから手離してるぐらい一切動かなかったですからね。はい、これで、ガッツゲーミングはもう攻撃がまだ通せていないという状況ですね。そうですね。CAG 防衛連続での成功。そしてスタッフルーム空き部屋は分かったので、やっぱマーベリックは入れてきましたね。そうですね。先ほどカイドがあったことによって、まあ、火花はいたんですけれども、落とし戸が開けられず、まあ、一つの拠点からそのまま、バックでスケルトンキーで開けて入るしかなかったというようなラウンドになってしまったので、さあ、残っているラウンドはもう1ラウンドも用がありません。ガッツ、まずは修正をして5対6に手をかけなければいけません。CAG のピックマップとはいえ、攻撃1ラウンドも取れないのはちょっと次のマップにも響きますからね。さあ、ブラックレイが、カメラを設置です。さあ、今回もやはり平面に広く展開している CAG。 ガッツは N 側からアプローチをかけているのがライト。ガッツゲーミングマーベリック入れてきたっていうのもあるんで、やはり上は取りたいっていう形ですかね。かつハッチをまあ確実に開けるということでしょうね。まあ、上を取った後平面広く守ってるんで、できるだけまあ上開けてる最中に1階に対してドローを回していきたいですよね。
さあ1階ロビーには下月がドローンを置いています。遊撃の状況を探っているようなんですが、今のところ動きはありません。 CAG も2階には一切いないので、このタイミングでもうハッチ開けのフェーズには進むでしょう。さあここでリリー2階廊下にあるハッチを開けます。ブリーチングトーチによってハッチを開けていくリリー、そして並行してクレイジーパピオンの火花が証券にあったハッチ、これを補強は入っていなかったんですが、ブリーチングクレットを使って破壊成功です。さあ残り時間1分20秒バトラダのパルスを捕捉はできたんですけれども、射線を敷くことがまだできません。ハッチが開いていませんでした。そしてライト、インジャー、上下の打ち合いかニトロセルですかね。さあこれは起こしにかかるようです。クレイジーパピオン残り時間が50秒と、ちょっとまた時間なくなってきましたね。治療に対する突き下げもできてなかったので、いたんですけど、ここでブラックレイがクレイジーパピオンをカットすることに成功しました。多分 CEO に先ほどのラウンドもカメラを置いていたので、はい、あやっぱそうですね。そうですね。そしてブラックレイが窓口側から上がるような動きを取っています。下月の位置は CAG は終えてなさそうですが、そうですね、エレベーター中との打ち合いは、ここは下月振り切りです。アヤゲーターをカット。しかしこの入り口は入るのは難しい。さあデポカメを破壊することに成功しましたが、ロビー前詰めてきたのはブラックレイ、しかしブラックレイはやはり下月カット。そして現地の中全く前線を上げることはできませんでした。ライト、ハッチ上からガトラドをカットしたんですが時間切れです。CAG 防衛すべてポイントを取得いたしまして、まずはファーストマップ銀行での試合ポイント7対4でサイクロプスアスリートゲーミングが勝利となりました。グッドハーフ、グッドハーフ。さあまずはファーストマップ銀行での試合、やはりガッツ、攻撃でのポイント取得が全くできなかったと、いうことになりましたね。防衛に関してはかなり、サイクロプスアスリートゲーミングの攻撃側の意図を、まあ、先に読んで、まあ、勝ちたい 1v1 をあえて自分たちが仕掛けていくといった積極的な姿勢だったりとか、まあ、防衛側がうまくガジェットに身を隠して、まあ、自分たちの防衛ラインをサイクロプスアスリートゲーミングの想定を上回る形で下げるという感じでうまく立ち回ってたんですけども、攻撃に関しては CAG の遊撃止められませんでしたね。そうですね、ここはちょっと CAG のミスになりましたね。そうですね、はい、まあ、プラスそして、試行錯誤いくつかはあったんですけれども、やはりガッツ、前に詰める判断をした際にやはり現地と遊撃の枚数それぞれの配分というのがあまり情報特定できてないような節があったので、そうですね、まあ、この銀行に関しては潰す場所に関してのドローンを回すのはかなり